館学院修習期限定講座パッケージの授業講師の酒館です。今回紹介するのは1995年にエレクトロニックアーツビクターが 3DO 向けに発売したショックウェーブオペレーションジャンプゲートです。はい、で、こう見せてこうかな。で、こう見せて、で、裏面。で、まあ、表面から見ていくと、まあ、ショックウェーブっていうね、2行にわたるね、長い、まあ、正方形に近い形のロゴに重ねるようにオペレーションジャンプゲートっていう表記があるの。これが多分海外の英語の表記なんでしょう。英語のロゴなんでしょうね。で、その下にショックウェーブオペレーションジャンプゲートってカタカナの表記があります。で、エレクトロニックアーツのロゴと 3DO。で、ドルビーサラウンドのマークがついてて、で、この絵自体はなんかどっかの惑星のなんかね、惑星で飛行機がなんか敵と戦ってるようなシーンだと思われます。で、まあ、あのディスクタイトルなんで、まあ、帯があったりすると、まあ、こんな感じになるのかな。なんて書いてあるかというと、ショックウェーブオペレーションジャンプゲート、舞台は宇宙空間へ、戦いはさらに過激に、ショックウェーブ続編早くも登場ということでね、続編アピールがありますね。で、裏にするとこんな感じで画面写真4つ並べてて、特に文字情報がないっていう感じですね。で、これをこうずらすと、まあ、大体同じような写真があのパッケージの方にも出てたりします。で、裏面の方はまあ一般向けっていうね、まあ、今で言う全年齢対象みたいな表記とか、まあ、キャストとか、スタッフのが書いてあって、画面写真が5点あって、で、キャッチと説明文があります。うん、大人気ソフトショックウェーブの続編早くも登場、太陽系を舞台に前作以上の激しい戦いが待ち受けているってことで、もう前作アピールすごいですね。360度全方向スクロール方式の 3D シューティングゲーム、火星、土星、そして太陽系の果てと展開するシナリオ、異次元空間ジャンプゲートの謎を解き明かすとき新たなストーリーが幕を開くってことで、まあ、このね、ジャンプゲートっていうのがすごい重要だよっていうことなんですけども、この下を見ると、本作品は単体でプレイ可能ですが、前作ショックウェーブをプレイされていると壮大なストーリーをより一層楽しみいただけますってあるんで、まあ、前作もプレイしてこれをやりましょう。以上、さきかんでした。